チャオガールのももです。チャオ編集部の畑です。昨日から始まったチャオ公式 YouTube チャンネルへようこそ。毎回チャオに関するいろんな情報をお届けするから楽しみにしててね。今日はいよいよ明日3月3日に発売するチャオ4月号のお知らせをするよ。前回は付録のことについて聞きましたけど、チャオ4月号のその他の見どころは何ですか？はい、4月号の見どころは何といっても藪内優先生の大型新年祭激カワデビルがスタートすることです。イエーイ。かわいい。ところでどういうお話なんですか？はい、それは私が言うよりご本人に直接聞いた方がいいかも。ということで緊急藪内先生に直撃生電話。出てくれるんですか？それはかけてみないと分かりません。かけてみちゃいましょう。もしもし。もしもし、藪内先生ですか？はい。こんにちは、チャオ編集部の畑です。チャオガールのモモです。お疲れ様です。はい、突然ですが今お電話大丈夫ですか？はい。ありがとうございます。はい、あの4月号から藪内先生の新年祭がスタートするとのことで、チャオガールのももちゃんがいろいろ聞きたいことがあるってことなんでかけました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速ももちゃんに電話を代わってみたいと思います。お願いします。はい、どうぞ。お願いします。お願いします。あの激カワデビルとはどういうお話なんですか？そうですね、あの主人公のまいちゃんっていう口の悪い女の子が、あのおしゃれについてアドバイスしていくっていうお話です。おお。じゃあこのお話を思いついたきっかけは何ですか？そうですね、私自身ちょっとスタイルが良くないので、いつもおしゃれについて服とか研究してるんですね。でそれをそのチャオの読者の皆さんにも教えていけたらなということで始めました。おお。じゃあお話のネタはどういうところから思いつきますか？私自身あんまり考えられないので担当さんに決めてもらうことが多いです。ああ。じゃあ最後に動画を見ているチャオっ子にメッセージをお願いします。はい。激カワデビルの連載頑張りますので応援よろしくお願いします。畑さんお願いします。はい、4月号には先生の色紙もつくんですよね？はい、かわいい激カワデビルの色紙がつくとのことなのでそちらもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ失礼します。はい、失礼します。はい、いやー、つながってよかったね。はい、ももちゃんどうだった？いや、ちょっと藪内先生とお話するのが本当に初めてで、すごい緊張してドキドキしてて本当に大変だったんですけど上手に電話できてたよ。大丈夫。ありがとうございます。はい、じゃあこれを見てるチャオっ子のみんなはどうだったかな？今後も漫画家先生やチャオに関する人などスペシャルなゲストが登場する回があるかもしれません。楽しみにしててね。藪内優先生の新連載激カワデビルは3月3日発売のチャオ4月号からスタート。他にも内原香乃先生の新連載鈴と水子のボーイフレンド、現役中学生作家時は蘭先生のデビュー作アイドル急行、西村智子先生の読み切り執事当選しました、加藤みのり先生のギャグ新連載 JK 親父などなど盛りだくさんだよ。動画は明日も公開予定。明日はいよいよ発売当日です。なんと私ももについてのスペシャルな動画だよ。ももちゃんファンは絶対チェック。明日も見ちゃおー。